forgot about. How? How the fuck? How? かつていじめ加害者だったとされる三越馬博殺害。そこには強烈にして明確な殺意が感じられた。そのきっかけとなった4年前の事実を探る矢上に、どこからともなく組織的な暴力が立ちふさがる。彼らはなぜ矢上の行く手を阻むのか。横浜異人町に立ち込めた闇が徐々にその暗さを増していく。本当にごもっともで。はい、清涼高校でございます。はい、ニュースの件、確かに三越馬くんはこちらで教育実習をしていたんですが。すみません、保護者の皆様にはとんだお騒がせをしております。はい、伊勢崎異人町で男性の他殺体が見つかった事件で、神奈川県警は遺体の身元を同市の大学生三越馬博さんと発表しました。遺体は死後2ヶ月ほど経過しており、死因は刃物による失血死。で、今日はどう動くんだ。俺はもう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。朝まで飲ませんだもんな。困るよ、うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。俺はまた清涼高校に行ってくるよ。まずは沢先生の様子が気になる。いろいろ抱えてるみてえだな、あんな綺麗な先生が。沢先生ははじめ江原敏郎の自殺について、三越馬のいじめはなかったと俺に言ってたんだけど、4年前はそのことを三越馬本人に詰め寄ってたらしい。多分いじめは実際にあったんじゃないかな。少なくとも沢先生はそう考えてたんだと思う。そこへ来てサングラスの女から三越馬の件に関わるなと脅されたわけだ。もう何も言うなと。ああ、その女は三越馬を殺した一味だろうね。三越馬の写真を持ってたんだから。まさに殺される直前のさ。じゃあ犯人たちは過去のいじめを隠したいってこと？でもそれってよく分かんなくない？何が？だって三越馬がもしいじめの加害者だったんなら、なんでそのことを隠したいの？逆にもっと広めてって感じじゃない？三越馬殺しを正当化できるんだからさ。一理ありますな。それもそうだがよ、そもそも沢先生はなんで自分の意見を真逆に変えちまったんだ。普通に考えれば上から圧力があったというところでしょうな。あまりいじめの事実を騒ぎ立ててくれるなと。例えば清涼高校の奥田理事長から。どうだろう、あの理事長にそんな力あるかな。結構沢先生にもずけずけ物言われてたし、やっぱりその辺は沢先生本人から聞き出すしかない。でも矢上さん、もう近づかないでって言われたんでしょ。そんな聞き分けよくちゃ探偵なんてできないよ。そっか、何か僕に手伝えることある？あるぜ。お前は俺の解放しなきゃだろ。そうなの？どの道今あの学校に出入りできんのは俺だけだから。杉浦は海藤さん頼むよ。矢上さん？ん？よう、
高田さんか。どうしたの？職員室に用事？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。あの三越柴先生のやつです。殺されてたって。八神さんはそのこと前から知ってたんですか？まあね。やっぱりな。だと思ったよ。それで八神さん、三越柴先生のこと聞き回ってたんすね。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。言えなかったんだよ。お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジな話、誰に殺されたんすか？三越柴先生には世話になったし、やっぱ気になるんですけど。まだほとんど何も分かってない。そっちこそなんか思い当たることないか？多分三越柴が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？ニュースで言ってたよ。死体は死後2ヶ月くらいだって。ってことは学校へ来なくなった頃に殺された可能性が高いだろ。何マッツン、なんかミスケンの奴らみたいじゃん。八神さん、サワからはなんか話聞けたんすか？いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ、サワ先生とはほとんど話せなかった。あの、俺本当に三越柴先生が殺されたこと悔しいんです。だから何か分かったら教えてもらえません？それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ。私にもよかったら教えてほしいです。三越柴先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか自分でもどう感じているのか整理できないんです。わかった。それじゃあ失礼します。沢先生、学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でももう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします、二度も同じことを言わせないでください。もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で三越柴の死体が見つかった現場ってわかる？ええ、もちろんすぐに。八神氏が今から向かうのですか？そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。現場へ行ってもめぼしい証拠はもう警察が持ち出してるかと。かもね。でも見ておきたいんだよ。無駄足かどうかは後で考えるよ。まさに探偵の鏡ですな。勉強になります。見つけました。死体の発見現場は桜川沿いですね。小さな公園脇に廃ビルがあります。死体はそのビルの2階で見つかりました。1階部分は潰れた洋品店なんかが並んでいますな。了解、ありがとな。何してるお前。
いや、署に連絡、応援呼べ。あ、ちょっと待った。待ってもらえません？手挙げて後ろ向け。誰だ、お前。ここで何してた？八神孝之？八神探偵事務所？ええ、神室町で。お前、昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県警一課の渡辺だ。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ。勝手に現場入り込みやがって。いや、ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうなと思って、つい。何か。お前さ、源田法律事務所の依頼で動いてねえか。ん？城崎先生に頼まれたんだろう。城崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたらどうも東京で裁判中の痴漢が仏のことを知ってたっつうじゃねえか。おまけに現役の警官らしい。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、そりゃならんと警視庁からストップをかけられた。でやむなく俺らはその痴漢を弁護してた城崎先生に話を聞きに行ったんだよ。源田法律事務所は神室町にある。そしてお前は同じ事件でわざわざ神室町から出張ってきたって探偵だ。つまりお前と城崎先生はつながっているだよな。さすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れたし、もう手錠はいらなくないっすか。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前よ、さっきの俺の話どう思う。何がです？なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知ってたって重要参考人じゃねえか。そこに触れてくれるなってのは、いくら警視庁様でもわがままが過ぎる。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。奴らは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしちまう。ただ今回その部下は痴漢のみならず殺しにまで何か絡んでた。そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ警視庁のメンツは丸つぶれ。幹部の一人や二人切腹もんだ。せめててめんとこでケツ吹かなきゃ格好がつかねえ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさせる、ついては神輿場殺しの情報を全部よこせと、こう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。うちも警視庁もだ。要するに手柄の取り合いってこと。警視庁と神奈川県警で、あんたらまだそんなことやってんの。ああ、情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。上同士折り合いがつくまで俺らは江原に触れない。ったく、星に向かって突っ走んのがデカの仕事だろうによ。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行を願ってくってり絞ってやる。が、お前が使える探偵なら協力しやるかもな。え？わざわざ神室町から来てそこら嗅ぎ回ってたんだろ。神輿場殺しで何かネタ掴んでねえのか。それによっちゃ手錠を外してやってもいい。取引ってことですか。お前がいい情報を持ってればな。
これなんてどうですかね。お前これ三越場ヒロ、場所はここだ。殺される直前か。どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな。思ったよりは使えそうだな。分かった、外しちゃってくれ。つまりこういうことか。お前と清涼の先生の待ち合わせにこの写真持って不審な女が割り込んできた。俺はその女ってのを見れなかったんですけどね。沢先生には十分脅しが効いたみたいです。もう何も話してくれません。沢というのは三越場の教育実習を担当してた女の先生ですね。分かってるよ。その写真を渡してきたって女は三越場殺しの一味だろうな。連中は複数犯なんだよ。へえ、複数犯。ずいぶん言い切るんですね。何かその根拠でも。桜井、三越場の死体写真を見せてやれ。何かあったら俺の責任だ。どうせ今のままじゃ拉致が開かねえ。この先江原の情報はこちらの探偵さんに取ってきてもらう。鍋さんがそう言うなら。生前の三越場が最後に目撃されたのは2ヶ月前、10月7日の朝6時半、市内の自宅を出るとき、母親と言葉を交わしてる。で、その後の目撃情報がないことから、三越場は自宅からそう遠くない場所で拉致された可能性が高い。その場合、常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると、少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど、それで複数犯ってことですか。ああ。ところで解剖の結果、三越場の遺体には胃の内容物が少し残っていた。その消化具合からすると、殺されたのは朝食から少なくとも1時間経った後、つまり午前7時半以降だ。三越場は拉致された後、おそらくすぐにこの現場へ連れ込まれて殺された。ナイフで喉をかっ切られてな。理解できたか、名探偵。じゃあこの時痴漢の江原は何をしてたか。裁判記録によると、午前7時43分に都内池袋駅の改札から入場している。駅の防犯カメラに江原の姿が映ってた。だとしたら江原に三越場を殺すのは無理だ。池袋からここまで30キロは離れてる。ああ、アリバイ成立ってわけだな。だが奴は2ヶ月後に三越場の死体が見つかると知っていた。痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのにだ。つまり殺しの実行犯たちと通じてたのは間違いない。江原を絞り上げればそいつらの情報を聞き出せる。なのになんで俺らはこんな何も残ってねえ現場にいなきゃなんねえんだ、クソ警視庁が。まあまあ落ち着きましょうよ、ナベさん。ああ、だからお前が代わりに江原から情報を引き出すんだ、八神。城崎先生に頼み込め。弁護人の接見なら警視庁も口出せないからな。そういうことならもう少しここや死体の状況を聞きたいんですけど。なんだ、ま、聞くだけ聞いてみな。三越場の死亡推定時刻はどこまで絞られてるんです。朝食の消化具合から殺されたのは三越場が失踪した10月7日午前7時半から12時までの間だ。2ヶ月前の死体からそこまで絞れるもんなんですね。ああ、だがもし犯人たちが三越場に食事を取らせてたって可能性を考慮すると、
死亡推定時刻の幅はぐっと広がる。その場合、犯人たちは三越芝家の朝食メニューを完全に再現したことになるけどな。できないことじゃないでしょう。朝何を食べたか三越芝家から聞き出せばいい。ああ、俺らも同意見だ。すると死体の腐敗ぶりも考慮した結果、三越芝家の死亡推定時刻は10月7日の午前7時半から10月末までの間になる。その幅約3週間。3週間、今度は広すぎですね。もう少し狭まんないんですか。そうしようにも死体が腐りすぎてた。ただしその幅がどんだけ広かろうが、痴漢で捕まってた江原に三越芝は殺せない。拘束されてたんだもんな、2ヶ月間ずっと。痴漢したおかげで強力なアリバイがあるってことか。どのみち三越芝を殺した実行犯たちは別にいる。江原を締め上げりゃ奴らの尻尾をつかめるはずなんだがよ。被害者の死因は？ニュースでは確か失血死とか。ああ、喉を切られてた。そいつが致命傷だ。犯人は椅子に拘束した三越芝の背後に立ち、左手で顎を上げさせ、右手に持ったナイフで喉を横に切り裂いた。ためらいがない感じですね、その殺し方聞くと。まあそうだな。ここの床、矢印の形に焦げ跡がありますよね。あれは何です？発煙筒が焚かれてたんだ。赤い煙を吹き出すやつでな。で、通報を受けて駆けつけた消防隊が三越芝の死体を発見することになった。つまり犯人たちはわざわざ死体が発見されるようにのろしを上げたんだよ。江原とは事前にそのタイミングを示し合わせてたんだろうな。それで江原は三越芝の死体発見を予言のように言い当てられる。実際に痴漢の判決を受けた時、やつはそれをやったわけだ。なんでわざわざそんな真似を。さあな、予言者ごっこでもしたかったってか。死体が見つかった時の状態はどんなだったんです？腐敗が進んで蛆が湧いてたよ。椅子の背もたれを抱えるように後ろ手を結束バンドで縛られてた。直接の死因は喉を切られた傷だが、その前にかなりの暴行も受けている。それも結構えぐいやつを。え？両手の指が全部折られていた。指を全部って。ああ、仇の死に様とは思えなかったよ。まるでマフィアかヤクザの拷問だ。上は念のためそっちの線でも人を抑えて捜査しちゃいる。この建物はずっと無人？誰か管理してる人は？異人町に古くからいる地主だ。この建物は2年前に無人になってからずっと放置されてた。一応ホームレス対策で入り口に南京錠をかけてたらしいが、三越芝の死体が出た時にはなくなってた。犯人たちが壊したんだろうな。殺しの凶器は見つかってるんですか？いや、見つかってない。現場にそれらしいものは残ってなかった。見つかれば重要な証拠になる。さっきナイフって言ってたのは、傷口から見て多分そうだったろうってことですよね。俺が当てずっぽうで言ってるわけじゃねえ。解剖した先生がちゃんと断言してる。凶器はナイフに近い形状の刃物だってな。
大体事情は分かりました。聞きたいことは聞けたと思います。ところで、カムロ町の探偵ってのは暇なのか。はい。ずいぶん動きが早かったじゃねえか。俺らが清涼高校に行った時にはもうあそこに出入りしてた。沢先生の懐に入り込んで待ち合わせまでしてたんだろ。あそこの高校には別件で行ってたんです。別件？なんだよ、どうした？双眼鏡をこっちに向けてた奴がいる。何？30前後の男3人、双眼鏡を持ってるのは黒いジャケット。俺の番号はさっきの名刺にあるんだよ。おい、八神！待てよ！ I don't know where he think he running. This is Lost Judgment Chapter 5. Man, I didn't know shit was about to be that crazy. That first chapter was a little bit slow with the whole bullying stuff. I already got like 10 hours on the game, by the way. Like, what? Yo, he glitching! Oh, but come on, dude! How? What? Shut your mouth, man! Shut your mouth! Blame that cheese on me. Look at you. I failed a damn chase sequence. Oh my god. Grab this. I don't know why they always so damn fast. Yeah, hit him with this. Yeah, I already did this before. You gotta chase him till that HP bar is all the way down. On him! Left. Yes, sir. Jump. Jump again. Kick his ass. We almost got him. Kick this. Oh, we can't kick that? そちらはなんで俺らを覗いてたって？冷やかしで死体の発見現場見に来ただけだそうです。本当ですよ。今あとの二人もここに来るように連絡取ってますんで。冷やかしの見物ね。まあ勝手に現場に入り込んじまうやつよりはマシか。あれ、それってもう水に流してくれたんじゃ。あんたはどちらさん、なんで逃げた？なんでって、そりゃこの刑事さんが窓から飛び降りて走ってくるから、捕まったら面倒になると思って。刑事さんだってよ。じゃあ、あだ名はジーパンだな。光栄です。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。仕事は？会社員です。バイオ分野で企画管理を。バイオ分野？さっきいた後の二人も？いえ、
あいつらは投資会社勤務と、もう一人は経営コンサル。高校の時の同級生なんですよ。住所は東京都内。今日はなんで横浜に？今度中華街で同窓会の感じやるんで、それで店を下見に来たんです。中華街はこっちじゃないですよ。せっかく横浜まで来たから、ついでに話題の事件現場見に行こうってなって。つまり冷やかしだと。そうですよ。高校というのはどちらで？黒川学園、私立の東京の学校です。いや、こっちこっち。お連れの方も身分証をお願いできますか？ご協力ください。ナベさん。では皆さん、もうお帰りいただいて結構です。ご協力どうも。裏が取れた。結局冷やかしの仲良し同窓生たちだったわけだ。残念だったな。せっかく張り切って追いかけたのに。別に、うちはいつでもフルスイングがモットーなんで。見てて惚れ惚れするほどの空振りだったよ。でも俺の経験上、そういうやつは信用できる。城崎先生によろしくな。江原から話を聞けたら俺にも情報を頼むぞ。もしもし。白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越場殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って？ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ。連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は矢上さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたら、ちょうど星野くんが明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、矢上さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、矢上さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃ。八神さん、その看板ですね。事件前、江原はそれにもたれかかっていた感じです。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。江原は結構長い時間このホームにいたんだって？ねえ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、
彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。痴漢相手を探して1時間も。気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。そして9時6分、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿駅に向かう電車に乗り込んでいったんです。ピンクのカーディガンの人、白いスカートの。そうです、マミヤ・ユイさんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸クソ悪いな。多分抵抗しなさそうなおとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。この映像俺のスマホにも送っといてくれる？ええ。では次は新宿駅に行きましょう。この後向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です、八神さん。今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は 180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の立ってた場所か。江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されてます。で、被害者から逆に腕をつかまれた江原はすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね、ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外にもあるのかな。ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって1台だけじゃないです。ワンサがあります。確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ええ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。江原が取り押さえられたのはずっと向こうです。八神さんは防犯カメラの位置を見つけたら教えてください。僕の方で俯瞰図に書き入れていきますよ。
江原が痴漢をしてた時の状況は大まかに言ってこんなところです。どうですか八神さん、何か気がついたことは。江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ねえ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日、江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て。その奥さんに会うのが億劫でなかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日息子の仇である三越葉が偉人町で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が三越葉殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後には無関係だと言い張れる。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく三越葉殺しの一味と関係してるよ。けどそこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか。ああ。共犯者たちは誰なんでしょう。江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね。そういう連中を雇って息子の仇を討ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう。いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。もしもし、城崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか。場所は東京拘置所、源田事務所からタクシーで向かいます。わかった。明日だね。なら俺は一旦偉人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが。うん、今回の件で江原が何したにせよ動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に三越葉のいじめがあったのかはっきりさせたい。でそれを聞くべき相手は偉人町に心当たりがあるんだ。わかりました。ではそちらは八神さんにお任せします。うん、それじゃあ明日。沢先生、もう構わないで。私は何のお役にも立てません。三越葉弘の殺害には十中八九江原さんが関係してます。私には関係ありません。江原さんは三越葉が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか。先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか。4年前三越葉と敏郎君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え、昨日は三越葉が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られてその後喉を切られて殺されました。そんな。
江原さんは巫女柴が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは巫女柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだとみんなにそう言いたくて仕方ないんです。その下絵の主は巫女柴ヒロと言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前、本当に彼の息子は巫女柴のいじめを受けてたのか。今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。巫女柴くんがいじめをしてたなんて事実は。待ってください先生。え、失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎くんですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも巫女柴のいじめがなかったと言うんなら俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか。4年前、私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後この屋上で一息入れてたところに敏郎くんが逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら人差し指を立てて、よく見たら鼻血を出してました。そしてその後巫女柴くんが敏郎くんを探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎くんの表情が状況を全部物語ってたから。巫女柴のいじめを受けてたんですね。ええ、その後敏郎くんから聞きました。巫女柴くんたちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎くんがクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに巫女柴くんは味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎くんを連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎くんの家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎くんはお金を払えないとき学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか。少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎くんから聞いたことを全部。その先生はベテランで私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な巫女柴くんをいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎くんの話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、
結局私がやっていたのは、なるべく校内で敏郎くんが一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎くんは自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは巫女柴を問い詰めた。敏郎くんをいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。巫女柴くんはいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎くんの父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んであの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は巫女柴くんたちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎くんのケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。敏郎くんの自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎くんに聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎くんにいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎くんがいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確
実にいじめを立証できないのであれば三越馬くんの名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任は、もうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。あの先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと、他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、ミツル君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任はミツル君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた、私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は三越芝です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。ミツル君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。なんだこれ、何やってんの？ああ、おかえり。八神さんもなんか飲む？ほらよ。くつろいでんね。まったく何の遠慮もなく。もしかして俺のこと言ってる？桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。カイトはどっちも強えな。歯ごたえがある。俺に用事って何？聞いたぜ八神さん、あんた三越馬拾って例の大学生殺しを調べてんだって？ハンピン・リューマに襲われたのもそのせいだったんだろ？俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん？そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら偉人町の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ？初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。
あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもと杉浦がいいんなら別に、ここは俺んちじゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然。居心地いいな、この事務所は。あ、八神氏、ネットの掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか、もうそこまで。見てくだされ、どうぞこちらへ。教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こしたサイコパス巫女芝、江原は痴漢の皮をかぶった正義、いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる？今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして巫女芝を殺したやつら？そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中巫女芝の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。巫女芝を殺したのは複数犯なのか、そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし、今日も偉人町は平和だったろ。外からだ。ハンピン・リューマン、また白面だ。行くぞターボ。お先に。やるね。何度も逃がすか。 Boy, this chapter's crazy. 待て。 It's long as shit too. I mean, we 2 hours in? It plays for 2 hours. I didn't show everything. There's like little side cases and stuff that pop up as you play. I know when we play the Yakuza games, I just stick to the main story as far as with the show, y'all. All the other stuff, I actually do most of the stuff in the game. I just don't show all of it. I mean, this is all based on the story right here. I'm gonna beat your ass when I catch you, bitch. He barely got any HP compared to the other people when we chase him. Ante! No, 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 no! I still bump into him. Found the cheese for to make money on here too. I already got 5 million yen. I might mess around and get 100. We almost got him. Come here. Stop running. Come here. Not there. How he still running? He ain't got no HP. Oh, I remember being over here. Oh, Lord. やめろって。
心しな。命まで取れとは言われてね。じゃあなんで仮面取っちゃうんだよ。この先お前が偉人町に来ることは二度とないからだ。俺はテッソ、ハンピン・リューマンじゃ幹部候補ってことになってる。この間はうちのもんが世話になったらしいな。俺を背中から不意打ちしてきたあいつらのこと。あん時下手に抵抗しなきゃちょっと痛い思いするだけで済んだのによ。あんたらへの依頼は誰からだ。組織の上が受けてきた仕事なんでね。俺らは雇い主が誰かなんざ聞きもしないし興味もねえ。ただ腕の立つ探偵を痛めつけるってのは楽しめそうだ。お前ら手出すな。まずは噂通りか、俺が味見してやる。楽しもうぜ。He says you get the first taste. You don't get no first taste up in here, bitch. Yo. Oh. Do you Wolverine? It's so unnecessary. Hold on, I gotta let the cat out. Come here. Okay, my bad. Oh, it's 1v1. He doing a lot of damage to me, brother. Right, let's just spam X actions. Oh, this would be the last time my level's this low. I got hot. Oh, I can't drink no more. I need to fill up on goddamn healing items. That would probably be wise, wouldn't it?Get up. Dude told me it's a no fly zone over here. All right. I could take this. I'm not going to use it right now, though.I'm just going to eat a whole bunch of random shit. Run shit? Throw that. Bitch. Bitch, come on. Tired of you. Come here. Sing! Yeah!
What? Yo! さないんじゃなかった。ああ遅かったんじゃないの、海藤さん。ああすまねえ、こいつら結構手ごわくてな。おい、いいから逃げるぞ。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。でもさ、つくもんとこの窓は誰に弁償させんだ。え、いや、わかった、俺が払うから早く逃げるぞ。なら OK。 Oh, it ain't over? I know y'all probably want me to switch styles, but I gotta get 500 enemies. Alright, you know what? Let me just go ahead and do it now.So I can make you happy. You happy? Damn, whoop his ass. Boy. You never had a chance. Your name is Simply Kong? Duh. Oh, here we go.Y'all here dodging all that shit? Come on. Wing. Yeah. タモ、道は開けたぞ。今行く。Okay. Group fight. You know what I'm saying? Well, your name is just... What's his name? Sue? Oh! That was unnecessary. That was unnecessary as hell. Oh, he gave me that shit. Oh my goodness, look at my health. You want them lethal hits? That big ass knife, I ain't dodging properly. Jesus, man. I ain't gonna lie, they fucking me up, brother. Eat that sushi. Dosta. I feel like the homies ain't really doing nothing for me right now. Try to dodge it. Oh, can't do it with this style. I got the wrong style. He killed me! Well, I guess that's that.
Yo, I ain't upgrade none of my health or nothing. None of my moves. I've been doing all special upgrades. It'll pay dividends later on, you know what I'm saying? Oh, I gotta fight all these again? Bro, I can't stand it, man. Ray is pretty good. Step out of here, Yanni. See, I like the parry. You can't do it. I don't think you can do it with without this style. Damn it. Before you die. How am I getting boost on it? Right, I'm gonna use that. Use all my shit, man. Use everything, bro. Oh, they got nunchucks sitting down here. Don't play with me. Oh, look, he's sitting back there like, damn. Go after him. Oh, great. Alrighty. Nunchuck's so fire, bro. It's like the coolest weapon. Damn, bro. Can you see shit? Nunchuck life was short-lived, man. Poor guy. How did? Hey, yo. He did a little extra move at the end. It kind of looks a little crazy up here. Ain't enough room for everybody to fight. I can't see shit. Why y'all ain't tell me my heels was so low? Y'all ain't shit. Can't disarm these guys. I got beasted by like regular guys. Alright, Sue. See you later, bitch. Shit!
Guys. Guys. Am I just punching this or what? I thought I had to climb over it. You sitting down here like I want to bust you in your goddamn head. Just standing there and shit. All right, they trying to hit me with the camera cheese. I like it. I didn't even know you could do that shit. See ya. Man, guard break. Hell, you think this is? You just gonna block? Block that, bitch. Oh, he got little minions too. Yo, why he just walking around like Michael Myers though? Crazy. Oh, I couldn't do my X action. This time. I couldn't. He was scared. I didn't really have to fight him. Here we go. Double team. Damn, brother, I like that shit. Bro, how many moves you gonna do in a row? About six? Drink my shit. Yo, that weak ass kick did all that. Oh, he broke it. God damn, bro, this dude is kind of a beast for real, man. He gonna kill me! Oh my god! I don't. I forgot about that. Oh! How the fuck? How? Look at his health! What? No! Down here again? Bullshit, man. God damn.
shit's strong as hell. Look at that. That shit was that strong. Damn it. Jesus, man. Retries on this is nuts. Enjoy the struggle now. Come episode 6, I'm gonna be overpowered as shit. I'm telling y'all right now. HP. He's gonna do the goddamn deadly drop, bro. All these skill points I got 45k. I'm saving it though. I'm trying to get bottomless stomach and auspicious gourmet for a reason. It's gonna pay off in the end. And then you know, I'm gonna get these because I'm trying to max out these skills. See? Camera screwing me a little bit. Yeah! Shit!
I gotta start spamming this way more. I didn't know this was this good. I wasn't spamming the triangle attacks enough when I did that. Get up. It's cool. All good. Get some more of this. Mada owari wa hai zo. Onara. Zo Yagami. I keep working. Damn it, bro. I didn't parry none of those. Jesus. もう帰っていいのかな。ヤガミ。ああ、名前なんだっけ。テッソ。噂以上じゃねえか。この人数相手に大したもんだ。褒めてやるよ。どうも。褒められついでにさ、あんたらの雇い主のこと教えてくんない？言ったろ、あいにくそんなもんには興味がない。じゃあせめて次また同じ依頼が来たら断ってくれよ。お前がこの町を出ていけば済むことだ。同じ依頼が来たらそん時は当然引き受ける。でも今日はもう行っていい。おい、うまいことやったな。あのテッソってのは若い連中に人望があるんだ。あんたあいつに一目置かれたぞ。じゃあもうハンピン・リューマンは安全。まあそうとは言い切れねえか。他にも若いリーダーはいるし。いやでもいきなり背中から襲ってくるようなことはもうないんじゃねえか。それだけでもよしとしようや。おう、ほんの少しだろうが前には進んだ。ふん、つくもんとこに戻ろうか。あいつの事務所にはとんだとばっちりだったな。ですか。なんだ、何があった。気を失ってるぞこいつ。マスクの男たちが押し入ってきたんです。マスクの男たち。ハンピン・リューマンとは別のやつってことか。よく分かりませんでした。杉浦氏は何かバットのようなもので殴られて、僕は小指を折られた。おい大丈夫か。今救急車を呼ぶ。奴らから矢上氏に渡すように言われました。最後の警告だ。もう嗅ぎ回るなと。ずっと見られてたのか。くそ、狙うなら俺を狙えよ。多分さっきのハンピン・リューマンたちはおとりだ。俺らをこの事務所から引き離すためのな。まんまと引っかかっちまって。
このビルの出入りをチェックしてる防犯カメラだ。見てみな、俺とカイドウが映る。さっきハンピン・リューマンを追いかけてく時だ。問題はその後。7人いる。白面の仮面とは違うな。ハンピン・リューマンじゃない。ああ、こいつらは白面をおとりにして俺らをおびき出した。ってことはこれがハンピン・リューマンの匿名の雇い主だよ。巫女柴弘を殺したのもこいつらのはずだ。そして江原の一味。マジか。ただこんなにたくさんの人間が殺しに関われるもんか。ん？どういう意味だ？仲間が多ければその分秘密も漏れやすくなる。一人裏切れば芋づる式で警察に捕まんだ。よほど信頼関係がなきゃみんなで人殺しなんてできないよ。こいつらはどういうつながりを持ってんだ？江原の同僚警官ってことは息子を亡くした江原に同情して手を貸してるとか。俺ならやらないね。同情はすんだろうが自分の人生棒に振ってまで殺しの共犯者にはなれねえよ。まあそっか。だったら桑名よ、偉人町にこういう組織の心当たりは？うん、そんなにうまいのその電子タバコ。危険な奴らってことでまず思い浮かぶのはハンピン・リューマンだ。だがそれと別口となるとな。この辺には清流会ってヤクザもいるが連中はもっと理性的だしよ。もう一つ、コミジュルって韓国系の組織ならこんな映像残しゃしない。奴らは異様にシャイだからな。パッとしねえな。便利屋が肝心な時にどうした？じゃあお前、カムロ町で事件起きたら全部一目で犯人わかんのかよ。この映像がやっとつかめた連中の尻尾だ。つくもと杉浦の借りも返さねえと。絶対に見つけ出してやる。こいつらを見つけ出す？おい、何言ってんだ。ん？いいか、奴らお前さんたちも潰す気だったんだ。さっきハンピン・リューマンから脱出できたのは奇跡みてえなもんだぞ。これ以上首突っ込んだら怪我じゃ済まねえ。カモロ町で事件の時は大体そうだ。偉人町ってのはそんなに治安がいいのかよ。じゃあ別の言い方にする。この町じゃ命張れるほど便利屋の相場は高くない。もともとあんたに仕事頼んだ覚えはないよ。ああ、少なくとも今は頼まれてもごめんだ。状況が見えなさすぎる。お前らもマジでやめとけ。しばらく酒の誘いも結構だカイドウ。邪魔したな。つくも君と杉浦君にはお見舞い申し上げておいてくれ。猿者のおわずだ。痛いのです。昨日はあまりの痛さに冷や汗が止まりませんでした。しばらくキーボードを叩くのにも支障があります。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに、稼働率は 30% 低下ですよ。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。カムロ町離れてなまっちまったんじゃねえか。そういうこと言う？この気分、変われるもんなら変わってあげたいよ。思ったよりは二人とも元気そうだ。この埋め合わせは必ずするよ。ええ、そのためにも
奴らの正体を突き止めなくてはなりませんね。このグループが巫女柴殺害の実行犯である可能性は高いと思います。もちろん江原と関係している可能性も。神奈川県警にも情報を共有すべきでしょうか。いや、向こうから何か情報を引き出す時のために取っとこう。こっちは一介の探偵だ。警察にない手札は大事に使わなきゃ。なるほど、そういうものですか。沙織さんが江原と接見する段取りつけてくれてんだろ。とりあえずカムロ町には俺も行くぜ。お前も支度があんだろうし、向こうで落ち合おうや。何、海藤さん、どうかした？なんかさっきからいつもより街がざわついてる気がすんだよ。何それ、野生の勘ってやつ？そうかもな。まあいいや、よくわかんねえことをうだうだ言ってもしょうがねえ。じゃあとりあえず沙織さんとこに、江原と接見する前に軽く打ち合わせないと。おう、ちょっと待ってたわ。ん？いつになくチンピラがちょこまか動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる？そうかね。ああ、お前ら見た顔だ。確かここらの探偵だよな。だったら？この男知らねえか。何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。みんなしてその男を探してんのか。ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。でこいつを知ってんのか。ああ待て待て、今思い出そうとしてるとこだ。ところでそもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか。こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。カムロ町で人が消えるってまあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？大体誰が探せって号令かけてんだ。なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。舐めてんのかこら。舐めてんのはどっちだ。人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報をもらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ、おい。こんなすぐ手出しちゃって、ヤクザの方がまだ肩着に気使ってたもんだよ。ふざけんな。Rude as hell. Oi! What you wanna do, my boy? You supposed to be the leader. You supposed to be the leader, bitch. Come on. He did. He definitely did what I told him to do. Yo, he whooping my ass for real. Yo, once they hit you with that combo, you can't get out! But we getting exposed this episode. I gotta eat Glizzy. The super spicy Frankfurter. Goddamn.
I didn't realize the key was to turn this on and just spam the triangle button to your heart's content. And I didn't even upgrade this yet. Wait till I upgrade, it's gonna be ridiculous. This guy's still up. からでも来な。もう。Okay. Took a little longer than expected. But we got him. どうした？もう終わりか？カムロ町のチンピラも。質が落ちたな。カイトさん。阿久津か。阿久津ダイム。知り合い？元登場会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今カムロ町中でレースになってんだよ。相馬って？ RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせたダイモンのメンツだ。うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとか。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり気に入らねえやつがいりゃ、ただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼、阿久津だっけ？登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ、だがその分敷居が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの敵がRK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。登場会といや
最近東と会ってる。ああ、あいつは元登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ええ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。俺は一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビンでもされましたか。八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎くんが通ってたあの学校です、横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越場博の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。三越場が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。八神さん、三越場博の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます？三越場だな。いい表情してる。しかしあんたは
どこからこんな写真を？清涼高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は三越芝の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いのは三越芝だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが三越芝殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。三越芝を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ三越芝殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながっているのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。海藤さん、戻ったよ。海藤さん？お前、つくもからのメール見たか？え？いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。三越芝が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします、もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。だから自分の手で三越芝を殺すことはできないはずだった。だとするとこれは何だ？理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。
だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。クソ、一体何をやったんだあいつは。